機関室左舷入り口扉の修理を完了した。左舷小部屋を巡回後配置に戻る。スネーク、そこにも赤外線センサーがセットされてるよ。赤外線に触れたら爆弾が爆発してその船は沈んでしまう。海水浴を楽しむ気はないが、センサーの数が多すぎるな。赤外線に触れずに通り抜けるのは無理のようだ。大丈夫、方法はある。よく見てくれ。爆弾のすぐ近くに緑色に点滅するランプのついた装置があるだろう。それがセンサーの制御装置だ。それを壊せば赤外線センサーは機能を停止する。近づくことはできないから銃で制御装置を撃って破壊するんだ。 M9 の麻酔弾じゃ壊せないだろう。でもさっき手に入れた USB なら大丈夫だ。 USB を使うんだ。本船は現在ベラザノ橋を通過。予定通り10分後戦争にて海兵隊司令官が訓示を行う。各員それまで持ち場にて待機せよ。
大佐、今船尾側のハッチを閉鎖しました。分かった。昇降機も我々が抑えました。モアネックに到着した。これから降下する。下ではすでに海兵隊司令官の演説が始まっています。演説が終わるまでに準備を終える。上との連絡手段を遮断しました。下の連中で我々の侵入に気づく者はいません。我々が脱出するまで誰も入れるな。了解。大佐たちの脱出路です。死守します。それと頼みがある。はい、何でしょう大佐。オルガを頼む。わかりました。あなたでしたか、シャラシャラシカ。大佐と一緒じゃないんですか。どうしてここへ。スネーク、まだかい？戦争に侵入した？予定より手間取っている。すでにベラザの場所を通過した。分かった、リカバリーポイントを変更するよ。航路を変更するつもりかもしれん。なんだって？上への出口が塞がれた。連中どうするつもりなんだ。奴らの手にメタルギアが渡れば大変なことになる。下の連中は確かに海兵隊のようだ。上と連絡が取れないんじゃ船が占拠されていることを知りようがない。海兵隊員を敵に回すわけにはいかない。ここでは銃は使えん。そこからメタルギアは見えない。選手に回らないとな。この兵力だ。奴らも海兵隊とまともにやり合うつもりはないだろう。どこに向かうつもりかな。さあな、観光地でないことは確かだ。スネーク、もう一度確認するね。カメラで新型メタルギアの写真を撮ってくれ。政府がしらを切れないような証拠写真を頼む。写真は4枚欲しい。メタルギアを右斜め前、正面、左斜め前の3方向から撮ったものと海兵隊のマーキングのアップだ。マーキング？メタルギアのどこかに。